ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がボルボ XC90D5 R デザイン2020年式5500キロ、こちらの車両になります。実は大宮店の方で一度 XC 撮らせていただいたんですけども、はい、もうすっかり忘れてしまっているので、はい、ちょっと時間があって、はい、あと僕の記憶力が怪しいので、はい、今回ちょっと改めて勉強し直したんですけど、はい、結構こうお伝えしたいことがたくさんある車だなと思いました、うん、そこをじゃあ今日は、はい、ちょっとやっていきたいんですけど、はい、いかんせんちょっと今回ちょっと正直にいきたいと思うんですけど、はい、やっぱりこうドイツ車とか、うん、イタリア車とかよりも、うんうん、ベースが僕自身ないんで、はいはい、そんなことも知らないのっていうところから、あ、ボルボに対してのことですね。そうです、はいはい、勉強したんで、はい、多分今回ちょっとだいぶ怪しいです。怪しい、最初からちょっとハードル下げていく感じで、ね、はい、そうですね、ちょっと下げさせてもらって、信頼度言ったら 20% ぐらいなんですけど、はい、ちょっと頑張ってちょっとお伝えしたいと思います。いやでも僕たちが例えばドイツ車とかそういうの慣れてる、慣れてるっていうか、まあ、慣れてる人間からボルボを見た角度っていうのは多分また新鮮な意見もあるのかもしれないですからね。そういったところも見ていただければと思います、ね、なので今回勉強してすごくびっくりしました、はい、ちょっとそのびっくりポイントもお届けしたいと思います、はいはい、でまずXC って、はい、ボルボの一番フラッグシップの SUV で販売されてるんですけど、はいはい、日本だとそんなにこうめちゃくちゃ売れてるっていうイメージ正直あんまりなくないですか。そうですね、やっぱ XC60 がすごい売れてますよね、うん、あれが大きいとは思うんですけど、その分やっぱサイズ感がちょっと大きいのでどうかなっていうところもあるのかもしれないですね。ただ海外だと今ボルボすごいんですね。いやいやいや、めちゃくちゃ売れてるらしいですよ、うん、売れてるらしいですね、はいはい、一応中国の JD ホールディングスっていうところの傘下になって、はい、まあ、改めてこう2010年ぐらいから再スタートを切ってるわけなんですけども、はいはい、一応それから2014年ぐらい比でいくと、もう去年がもう倍ぐらい売ってるとかっていう、うん、そのぐらい今世界中で売れまくってる、はい、何がいいんですかね。僕読んだものだと、はい、もうすごいこう取捨選択、はい、もういるものはいる、いらないものはいる、うん、いらない、うん、でこの選択がもうすごくなんかこう潔いというか、はいはい、残すべきものはずっと残していって、はい、こう変わらなくちゃいけないよねっていうところはもう大胆に変えてくるっていう、うん、でちょっとそこをまず掘り下げて、はい、いきたいなと思うんですけど、はいはい、振り返るとボルボってもう100年ぐらい経つんですね、うん、そうですね、はい、スタートが1926年創業なんですね、うん、もうあと4年で100年企業なんです、はいはいはい、ただそれまでにいろいろあったんですね、うん、僕そこから調べてびっくりしました、まずボルボの歴史をね、ボルボ、はいはい、で僕の知ってる割と馴染みのあるボルボって、うん、850、うんですね、やっぱり僕免許取った時周りもみんな乗ってたし、はい、みんなそうですね、はい、憧れましたね、そうです、はい、ワゴンね、ステーションワゴンね、そうです、はい、空飛ぶレンガって言われたりとか、はいはいはい、走るレンガって言われたりとか、はいはいはい、でちょっとその辺もちょっと掘り下げていきたいんですけど、うん、ちょっとその辺から結構いろいろメーカー自体動きがあって、1999年にフォードになってるんですね、うんうん、なりますね、フォード傘下になって、はいはい、でその後2010年にその中国の GD ホールディングスっていう、うんうん、その傘下になってる、はい、でそこで大きく分けて3つぐらいもう車の作りがガラッと変わってきてるんですね、うんうん、そこはどういうところですか。でまずそのフォード売却前までは割とこう四角いシルエットの、はいはい、うん、それがフォード売却後の、はい、まあ、1990年後半ぐらいからは割とこう丸くだんだんなってきて、うんうんうん、でこう赤、オレンジ色のこうリフレクターがついたりとか、はい、すごく北米を意識した、はいはい、まあ、フォードですから当然ですよね、はい、なってたりとか、であとはこの2010年になってからもうデザインガラッと変わったんですよ、うん、変わりましたね、はい、だその辺は本当に潔く変えてくる、うんうんうん、あとその2010年のそのジーリーホールディングス傘下になった時に、うんうん、今後のその車の作りとして、うん、その先、はい、将来を見据えて、うん、なんか 2000cc 以下、はい、4気筒以下のエンジンしかもう積みませんって、はい、なんですよね、宣言したんですね、はいはい、で今回ホームページ見たんですよ、はい、もう内燃機関ないんじゃないですか、はい、純粋な、そうですね、はい、びっくりしますよね、ホームページ見るとはいはい、はい、アウディとかも結構びっくりするじゃないですか、はいはいはい、今 e-tron が一番最初バチッて出てきて、もうそれでもびっくりしたのに、うん、ボルボのホームページ久しぶりに見たら、はいはい、もう純粋な内燃機関の車売ってないんですよそうですね、はい、もう全部ハイブリッドか EV、はいはい、まあ、プラグインだったりとかいろいろありますけど、はい、それびっくりして、はい、だから今回ご紹介するこの D5、はい、これすごく絶妙な時期の割とこう
重な車になるんじゃないかなと思うんですよ。うん、確かにそうかもしれないですね、はい、要はもう新体制、はい、新しくこうボルボを作っていきますよって言った時の、はいはい、本当に最初のわずかだけ作られたこの内燃機積んでる、はいはいはい、でもすごく将来を見据えてるんだけど、うん、ちゃんと中は今までのものが入ってるっていう、うんうんうん、これ結構、うん、ハマる人にはまるし、うん、すごくいい車なんじゃないかなっていう、うんうん、もう完成されてますもんね。そうですね、なんでちょっとその辺が僕今回気になったところです、はいはい、であとそのデザインの部分に関してもこれなんかヨーロッパからかなり、うん、あの移籍して、はい、ワーゲングループだったりだとか、はいはい、あと調べたらなんかベントレーとか、はい、アウディからもなんかデザイナーとか、はい、技術者がかなりこう、はい、移ってやり直してるらしいですね、はいはいはい、なんでちょっともうめちゃめちゃまず外観がスタイリッシュじゃないですか。そうですね、うん、今までのなんか流れと全然違いません、ボルボの今までっていうかそのこの前の形と今の形全く違いますよね、はい、なんかこうなんて言ったんですかね、今まで結構他のモデルってちょっとこう面影残したりとか、はいはい、そういうのありますけどだんだん変わってくるじゃないですか。そうそう、全くないですよね。ないですよね。ガラッと変わりますね。前のってなんか四角から無理やりこうなんかちょっと丸くしようかなみたいな。そうですね、はい、乗ってる人に対してはすごく失礼な表現になっちゃうんですけど、はいはいはい、そこからなんかもう全然ガラッと変えてきたなっていう、はい、だからすごくなんかこうスタイリッシュな、うん、まず外観になった、はい、あと今回ご紹介させていただくのが R デザインということで、うん、まあ、いわゆるBMW で言ったら M スポーツ的な。そうですね、はいはい、R っていうのはちょっとその洗礼っていう意味のあれですよね、デザインのちょっとスタイリングのちょっとかっこいい、はい、ただ前々僕見た時に、はい、ちょっとあれなんか物足りないなと思ったんですよ、うん、そしたらこれグリルが R デザイン専用なんですね。そうですね、はい、でボルボって言ったらやっぱりあの縦の格子のグリルのなんか僕イメージだったんで、でこれ R デザインになると専用のこのボコボコって出てる、はい、ちょっと特徴的なグリルになるんですね、はい、でいいなと思ったらさらにこれがグロスでちゃんと塗ってあるんですよ。塗ってあります、ね、まあ、塗ってあるのかツヤのあるのかしかわかんないですけど、はい、ちゃんとグロスブラックのグリル、はい、だからなんかちょっとあれですよ、 D5 が出た時に特別仕様車で販売されたのがこの今回の R デザインですね。そのマイナーチェンジの時に出たんですよね、はい、出たんですね、はい、だから基本的に前期のディーゼルっていうのはないんですよ。ないです、はい、はい、こんな感じのグリルになって、はい、でこの枠もちょっとこうマットというか、はい、半ツヤみたいな感じなんですよね、はい、この辺なんかもだからすごくなんかおしゃれだし、うん、洗練されてるなってちょっと思いました、はい、であとはボルボ全部予習したんですけど、はい、安全性に関する取り組み、うんうん、これに関しては一切変えてないんですね。でボルボってそれさっきの歴史を振り返るとあれですけど昔から安全性ってすごかったですよね。そうなんですよね、すごいんですよ、はい、もうそれは一貫してずっと言ってるし、はいはい、ずっとやってきてるんですよ、ね、やってきてるんですよ、はい、だ変えるところは本当にもうガラッと変えて、はい、変えないところは変えない、はい、変えないどころかもうどんどんブラッシュアップさせてきて、はいはい、安全性の差別が基本的にない、うん、どれ買っても安全装備に関しては全車標準なんですよ、うん、そうですね、だヘッドライトのこの LED のヘッドライトも全車標準なんですよね、はいはいはい、ちょっとこれポルシェに言ってあげてくださいそういうところだと思って、ね、はいはいはい、この辺もだから本当にやっぱりあれじゃないですか、車のその作りのそうですね、だ考え方の違いが思いっきり出てるなって、ね、はい、でちょっと大宮店で触れたところでいくとなんかこれがなんかそのハンマーの神話に出てくるハンマーのなんかシルエットなんか、はいはい、こんな感じになっててフル LED アクティブハイビーム、なんか通常の照射範囲の2倍ぐらい、うん、まあ、最近押収車なんかでも中心にやってる LED の照射範囲の広いやつですよね、うん、その辺なんかがもう安全装備の一環として全部標準でついてくると、うん、はい、そしてあと下回りなんかも R デザイン専用バンパーということで、はい、これ僕正直そんな見比べたことなかったんで今まで、今回勉強するんで改めて見比べたんですけど、はい、結構形違うんですね、形違います、違います、はい、下がこうすごくこう、はい、せり上がってるというか、はい、めちゃめちゃスポーティーなデザイン、うん、標準バンパーと全然違うんですよ。違いますね。でしかもちゃんと全部グロスで仕上げてあるっていう、はい、僕たちの中古車市場から言ったらやっぱりさっき の, その M スポーツと同じですので、どっち買ったらいいって言ったらやっぱ R デザインにしましょうっていうのが、まあ、定番ですよね。見比べると全然ステンシュですね。全然違います、はい、そしてあとはもうこれご存知の方だと改めてになっちゃうんですけど、サイズ感、うん、これどこと当てはまるのかなと思ったんですよ僕、うん、そしたら X5 とか、そうですね、はいはい、あと GLE とか GLE ですね、はい、まあ、トップレンジなんで、はい、まあ、その上かなと思ったんですけど、そうじゃなくて、はい、まあ、他のドイツメーカーでいうところの、はい、まあ、中、はい、クラスですね、 GLE とか、はい、X5 と割とサイズ感が近いと、はい、近いですね、はい、で寸法的なものでいくと、長さが4950、はい、幅が1960なんですね、はい、
で一応前後の方が1775で、まあ、GLE と比べると、まあ、ほぼ一緒、長さと高さは一緒、はい、で幅が60ミリぐらい狭い、うん、こんな感じの外観になっております。そして横に回っていきましょうか。横に行くと一応この専用の22インチのホイール、はい、これも R デザインのやつなんですか。はい、 R デザインですね。22インチっていうのもまたすごくないですか、はい、そうですね、ちょっとやっぱりね、おとなしいイメージがあるボルボから22インチっていうとちょっとね、やっぱり冒険は、冒険までいかないですけどね、ちょっとこう出てる感じですよね。そして22インチになると当然底辺平になるわけじゃないですか、はい、サイズの方は27532ですけど、はい、まあエンジンも正直すごく大きいハイパワーのエンジンじゃないんで、うんうん、まあ、ここを大きくしてくるとやっぱりその燃費の部分だったりだとか見出しの部分だったりとか、はい、気になるところですけど、はい、そこ攻めてくるんですね。そうですね、はい、そこはねちょっと意外だなと思って、はい、でデザインもすごくなんか、うん、車外ホイールかっていうぐらいちょっと攻めてますね、はいはいはい、そのおかげもあって車がすごくなんかスタイリッシュだし、はい、そうですね、はい、で最近は割と台形のホイール履いてるケースなんかもいろんなメーカーで多いですけど、うん、だ見た目的にはすごくいい、うんうん、はい、そしてタイヤの方がこのピレリのスコーピオンが、これが新車装着のタイヤになってくるんですね、はい、でキャリパーもだなんかすごく真面目な車の作りだ なんだなっていうのは塗ってきたりしないし、なんか R デザインだからってなんかこうちょっと R デザインって入れたりで、はいはい、入れてもいいけどね、そういうところはしてこないんだな、はいはい、であと、今回の車は、エアサスペンションがオプション装着されているということで、はい、これもちょっと動きなんかも見てみたいと思います、はいはい、これあのどうでしょう、車のキャラクター的にはやっぱりスイスの方がエアサスですか、はい、多分重さが結構あるのでちょっとバタついちゃうんじゃないですか普通のあれだと、まあ、あとそのタイヤ底辺なのもあるし、うんうん、あとエアサスついてると、うん、その荷物 その積載モードじゃないですけど、うんうん、あのトランクの5センチぐらい上げ下げができるんですよね、うんうん、はいはい、ちょっと便利機能なんかもついてるんで、まあ、ちょっと実際でもそう、僕エアサス付きしか正直乗ったことないんですけど乗り心地はすごいいいんですよね。なるほど。だからなしだとちょっとあれかなって感じしますね。ちょっとありなしで本当ないだと比べられればよかったですけど良かったですかね、はい、ちょっと今回純粋なエアサスのレビューもちょっと見てみたいと思います、はいはい、であとはあの車結構軽いんですね。軽いですね、はい、まあ、エンジンがその、まあ、ちっちゃめのエンジンっていうのもあるんですけど、はい、多分その辺もすごく考えられて作ってるんだろうなと思って、うん、はい、あの GLE とか、はい、あの X5 なんかと比較すると大体100キロから200キロぐらい軽いんですね、はいはい、だからそこはあのそこまで含めると、はい、そのエンジンとその車、はい、バランスで言ったら一概にこう、はい、評価できないなっていう、そうですね、はい、だからちっちゃいエンジンじゃんっていうところ だけで評価しちゃうと、そうなんです、ちょっと見余っちゃいますよね、はい、でさっきちょっとあの撮影前にいろいろ下調べしたら、うん、いろんなところアルミなんですね。そうですね、ボンネットもそうだし、はい、フェンダーなんかも、はいはい、だから車がすごく軽く作られてるみたいです、うん、あとは横に行くとこれミラーなんかもその R デザインで黒くなってたりとか、はいはい、だとルーフレールなんかも全部黒いんですね。そうですね、はい、これなんか素地パーツ一切ないんですね、横とか。そうね、ちょっとやっぱりそこら辺は新車でやっぱり1000万、まあオプションでオーバーなんで、はいはい、そこのやっぱりちゃんと抑えてますよね、作りは。でも結構その価格帯でも素地パーツの車って結構ザラじゃないですか。ありますね、ありますね。その中でもなんかすごく、はい、やっぱりなんだろう、さっきも言ったかもしれないですけど真面目ですよね、うん、作りが思います、はいはい、でなおかつその真面目ながらもなんか今回ちょっとスタイリッシュに仕上げたんだなっていうところが本当にホイールだったりとか本当に真面目な作りか、はい、作り込みっていうかなんかそこをちょっとこう、はい、ねなんて言ったらいいのかな、ね、難しいけどなんかすごくちゃんとやってるなっていう、はい、やってるちゃんとやってるなって感じしますよね、はい、感じ取る、はい、そしてあと後ろも見てみましょうか。後ろも、まあ、基本的には4本通しで27532装着されてて、はい、リアに関してもそんなにフロントと径変わらないですね。若干ちっちゃいぐらいですかね、はい、キャリパーに関してはもうほぼ同じぐらいのサイズの、はいはい、ブレーキがついててでサスペンションの方がリアマルチリンクになるということ で、はい、で当然のリアもエアサスにこちらになってるみたいです、はいはい、じゃあ続いて後ろに回ってきますと、はい、後ろのこのなんかテールランプの形に関しては、はい、なんかもちろんその変わってますよ、変わってますけど、はい、なんか全体的なもの変えないなっていうそうですね、はい、この縦長なのもあるし、はいはいはい、ちょっとこう横にかかってここがラウンドしてる、はいはい、これってなんか変えてこないですね。そうですね、ここはちょっとなんか残してますよね。だと思ったのはこれもしかしたらちょっと安全性にもちょっとつながるところなのかなって僕ちょっと思いました。あ、その視界的なものでね、はいはい、まあ、もちろんその今なんかデザイン優先してこう色になってるじゃないですか。でこの上までちゃんと、はい、
テールランプがあるのって、はいはい、やっぱりこう視認性いいし、はい、横までこうなってるのとかって、はい、横から見た時も、まあ、リフレクターありなしなこともありますけど、はいうん、割とその辺の安全性だったりとかっていうのを考えられてるのかなっていうのは僕勝手に思いました。いやでも真面目ですからボルボ、はい、っていうのはあのつい最近あのポルシェのデザインをなんかちょっと考え直すみたいな動画があるんですけど、それあのカメラマンに教えてもらって見たんですけど、はいはい、ポルシェもテールランプってだんだん上がっていってるんですね。空冷時代ってバンパーについてるじゃないですか、はいはいはい、99にいたってもうリアガラスの下と同じぐらいの高さについてるじゃないですか、はいはいはい、あれって結局なんかその安全性だったり視認性だったりとか、ああいう関係でだん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 上がっていってるんですよ。その辺の安全性とデザインの部分ってすごくこう密接に関係してるから、はい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 、僕ちょっとそうなんじゃないかなと、はい、分かんないです。僕の考察です。それは可能性大ですよ、はいはい、っていう感じです、はい、であとは、リアのこのバンパーに関してもRデザイン専用ということで、はい、こう同色でこれがついてくるんですね。そうですね、はいはい、そしてマフラーはこのスクエアですけど、一応中に、はい、最近こうダミーのなんかもありますけど、はい、ちゃんと中にパイプがある感じ、はいはい、で下回りに関しては、まあ、ちょっとディフューザーデザインですけど、うん、これちょっとなんちゃってというか、はいはい、デザイン専用線の感じかな、はいはい、こんな感じになっております、はい、そしてじゃあそのままトランクの中見てみましょうか、ね、一応はいついてますね。そしてこれガラスだけ開いたりとかしないんですよね。しないです。EM みたいな、はいはい、電動のこれごと上がるタイプです、はい、そして、3列シートなんで、はい、今回3列目が出てますけれども、はい、一応こんな感じでトランク奥行きはそんなにない感じですよね。でこれがこうボーンと置いちゃってますけど、はい、これとこう3列目の併用ができないんですね、はい、そうですね。ここはちょっとね他のその GLE とかだったらねできますからね。なんで、まあ、これ出してるときはちょっとこの行き場がなくなっちゃう。そうですね、はい、でちょっとこれ一回出してみます。出します、はいはい、これなんかうまくしまっとけるところがあったらもっとよかったですね。そうですね、そこはちょっと残念ポイントですね。そして起きてる状態でも割と横、うん、ちょっと参考程度に、はい、まあ、車格的に幅があるんで、はい、まあ、ゴルフバッグちょっと前入ってるときついですかね。そうですね、はい、ギリギリっていう感じですね、はい、多分実際クラブが刺さってると、はい、まあ、クラブの長さによっては当たっちゃうから、まあね、3列目立ててゴルフ行く人いないですからね。なんとなくのサイズ、まあ、このサイズ感だけちょっと見てもらったりとかって感じで、はい、そして、ね、高さに関しては手動ですよね。手動です、はいはい、で一応全部倒すとこんな感じで奥行きがかなり取れて、はい、さっきのトノカバーも使えると。トノカバーがここに入る感じですね、はい、先ほどのトノカバー。ここまですればどうでしょう。ゴルフバッグ全然余裕で、はい、いけますか、ね、ちょっと長さ的には、はい、ちょっとこう三個積みとかっていうのはちょっと、はい、縦にはちょっと難しい感じがしますけど、はい、ちょっと組み合わせしていただければ大丈夫だと思います、はい、でマックス、1868リッターまで、はいはい、トランク確保できるそうです。そしてこの下もちょっとスペースあるんですかね、はいはい、本当にわずかにですけれども、停止板と、はい、ネットがこんな感じで下回りしまってあるのと、割とこれしっかりしてますね。これ作りがね、はい、ちゃんとしてますね。でちゃんとあの荷物が転ばないようにこのボードも出せとくるんですよ、はい、これもすごくしっかり作り、はい、こういう気遣いがちょっとこう国産っていうか日本車っぽくないですか。確かに、はい、なんかよくなんか便利に使えるように考えられてる、はいはい、だからなおさらなんかトノカバーしまっとけるところが欲しかったなっ、ね、はい、この辺でなんかスポッとはまるとか、はいはい、下開けたところにしまっていけるようにとかっていうのは、はい、基本的にはでも3列目って緊急用っていうイメージなんですかね。多分それの意識の方が強いでしょうね、はいはい、そんな感じしますよね。で一応こちらのスイッチがこのなんて言えばいいんですか、積載モードで、積載モードですかね、はい、押すとこれかかってないとダメじゃないですか。いけますね。下がります。一応5センチ上下すると、はい、結構下がりますよ。ほら5センチってでかいっすね。でかいっすよ。だって僕たちだって車高2センチ下がって結構下がったなっていう感じだから結構下がりますね、はいはいはい、そして動きも早いじゃないですか。動きも早いですね、はい、これいいっすね、はい、なんで結構こう5センチ意外に大きかった、うん、だからもう使い勝手やっぱすごい気使ってますよね。ワイルドになんかこう自転車積んだりとか、はいはいはい、そのぐらいもなんか割としやすいのかなって、うん、こんな便利な機能もついております、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。内装の前にキーが
はいはい、ちょっとあのスペアキーの方ですけど、はい、あの意外にこう横にボタンがあるんですね。あ、ボタンね、はい、こう出しますか。ロック解除、はいはい、そしてレザー貼ってあるんですか。貼ってあります。すごく質感がいい、はいはい、ただ僕ちょっと贅沢言うともうちょっとなんか重たい方が良かったかなって思いました。でも、ね、普段使ってると重たいのだと、はい、大変ですよ。あ、前回がベントレーだったからですか。いやでも重たい鍵持ってるのってやっぱりさ、あのなんかこうちょっとしっかりしてる感ある。あ、そうですか、そうですか、はいはい、僕のあくまで好みの話なので、はいはい、こんな鍵になっております、はい、そして当然の全部スマートキーだったりとかもついてて、はい、あのソフトクローズはついてないんですね。ついてないです、はい、そしてドアのこのなんかしっかり感、はいはい、これ結構ね、おっと思いますよね。僕おっと思います、はいはい、で今回の車は、オプションでファインナッパレザーと、あとパーフォレーテッドレザーのコンビのシートが入っているところで、中めっちゃおしゃれじゃないですかこれ、はい、でこれあの毎回僕忘れちゃうんで、はい、このパーフォレーテッドって何のこっちゃだと思うんですけど、はい、これあのパンチングレザー、パンチングレザーですね、はい、でナッパレザーっていうのは、はい、まあ、いわゆる高級車に使われてる、はい、あのなめしてある柔らかい高級レザーのコンビになってる、はいはい、だ肩だったりだとか、はい、あと外側の部分ですかね、はい、がこのパンチングになってて、はい、割とこのシートの形状も R デザインでスポーツシートということで、なんか他にあんまり見ない形のシートの形状ですね。あ、形がってことですかね、はい、でもヘッドレストなんかね、やっぱりもうザ・ボルボって感じですね。そうですね、はい、これヘッドレストの形変わんないですね。変わんないですよね。なんか親指みたいな分かります。親指ね、反ってる感じの親指ね、はい、薄いこのヘッドレスト、はいはい、これはなんかもうボルボだなって感じしますよね、うん、はい、でしかもこれ R デザインのエンボスも入ってるんで、はい、入ってます。ちょっとかっこいい感じのシート、はい、ちょっと座り心地なんかはこの後乗ってみたいと思います。だと専用装備としては、一応ステアリング、あとシフトノブ、あとスカフプレートなんかも全部専用のものになってる、はい、そうですね、だから外装だけじゃなくて内装もちゃんと R デザインで、うん、はい、まあ、おしゃれに上質になってる、はい、こんな感じのインテリアになっております。ちょっと乗ってみたいと思います。なんでしょう、乗り込みやすい、乗り込みやすい、はい、はい、これあんま高くないですよね。高くないですね、はい、はい、このサイドシールのところまずそんなに高くないのと、結構こう開口部大きいので、はい、乗り込みやすいです。そしてシートは、はい、なんかいいレザー感が伝わってきます、はいはい、いい革使ってんなっていう。そして座り心地は割とこう柔らかい、柔らかいですね、はい、ポジションどうしようって、はい、で調整はスタンダードな調整プラスアルファ、ナンバーサポートプラスアルファって感じですかね、はいはい、ここもね電動なんですね。結構手動が多いんですけど。なるほど。でここを押すとこんな感じで、これいいっすね。結構こう手動なのね。多いっすよね。ミニとかも手動っすけど、はい、まあでもやっぱりグレードとしてはね、やっぱりハイグレードなんで、はい、ここ支えられると結構違いますよね、はいはい、座った感じ割と前に出ます。結構でも背中のここのサポートのところが狭いように見えますけど、そんな乗った感じはそんな感じしませんか。しないです。僕のだらしないボディでも大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。そしてステアリングは先ほど触れた R デザインの、はい、全部カー巻きのステアリングで、はい、ステッチが、一応グレーですかね、はい、このステッチ入ってて、割とここスポーク太いですけど、はい、まあ、定番のマルチファンクション的なのもついてると、はい、で R デザインですからパドルも、はい、これ R デザインじゃないとパドルついてこないですね。専用のパドルが、はい、ちょっと小ぶりですけど質感も悪くないです、はいはい、そしてここに専用の、はい、R デザインのエンブレムも入ってる、はい、そしてメーターは液晶タイプの割と大きいですね、はいはい、こんな感じの。そしてこれキーのオンがどこなのかなと思ったんですよ、はい、ボタンなのかな。さすがにひねるのはないだろうなと思ったら、はい、ここなんですね。ここですね、はいはい、でここを回すんですか。回します、はい、鍵がなかったですそしてキーがボタンじゃなくてあのここをひねる感じなんですね、はい、ひねる感じですね。これちょっとギザギザになってて、はいはい、ちょっとおしゃれに作ってあります。でこれを回すと要はキーオンになると、はい、こんな感じで。でブレーキ踏んで回せばこんな感じで、はい、そしてちょっとおなじみのディーゼルサウンドがしてますけど、メーターはフル液晶ですけどもアナログ表示で真ん中にインフォメーションが出るタイプ。だからごちゃごちゃしてないですね。見やすいと思います。すごい。あ、同じように一回回す、同じ方向に回してもらえれば。逆回しにしたいですそこはねシンプルですから、はい、こんな感じになって、はいはい、確かにボタンがすごく少ないですね、はいはい、こっちトランク開けるボタンしかないし、はいはい、
でライトに関しては、まあ、国産車みたいなこのレバーのところについてるタイプ、はい、そしてエアコンのだって操作ボタンがないじゃないですか。ないですね、はい、エアコンのボタンがない代わりにこっちで全部やるんですか。そうですね、はい、まあ、ですね、物理キーがもうほぼないんですね。ほぼないですね、はい、で一応もう本当にこれがタブレットみたいな感じ、はい、でホームボタン的なのがここと、ね、そこですね。でスライドしてもらって、はい、で全部安全装備とタブレットじゃないですか本当に、はい、でエアコン関係も全部これで、はい、風の調節から、はいはい、温度の調節から、はい、これはあれですね、慣れないとちょっと受け入れがたい人ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですよ、うん、でもどうなんでしょうね、エアコンなんかほとんども触んないじゃないですか。まあまあまあ、オートにしとけばずっとそのまんまっていう方も多いと思うんで、うん、そうですね、ちょっとこれはあのおなじみ、馴染みじゃない方だと少し戸惑いあるかもしれないですけど、はいはい、普段タブレットよく使うよっていう方は、はい、多分スッと入ってきますね、これ、はい、逆に、はい、で僕原始人なんでこうやってテンパっちゃいます、はい、ちょっと待ってください、はい、でメディア関係に関しては Bluetooth だったり、はい、あとカープレイがついてですよね。カープレイついてます、ね、はい、シートのね、なるほど、シートヒーターもそこで、はい、ただめちゃくちゃ操作性がいいかっていうと、はい、物理キーの方はやっぱり操作性はいいと思います。そうですね、はい、ただここで全部ピッピッてできるのは慣れてる方だったらかなり、はい、ちょっとステアリングヒーターとシートヒーターもちょっとチェックしてみましょう、はい、そしてあとナビか、あとナビに関してはこれもうまんまタブレットじゃないですか、はい、テンパりすぎてタブレットって言えなかったですけど、はい、まあ、カープレイ使えればもうなおさら Google マップとか多分使うと思うんで、はい、いやこれはでもいいかもしれないです、はい、僕最近 iPad デビューしたんでなおさらいいかもしれないです。買ったの？買いました。買ったんだ、なおさらいいかもしれないです。こんな感じのナビになってると、はい、これなんかだからちょっとテスラっぽいっすね、思ったんですけど、これなんかもっとここがボーンってでっかいモニターだったらテスラとか、そうですね、最近のメルセデスとか、はいはい、その流れですよね、はい、その流れをすごく感じます、はい、一回止めちゃっていいですか。そして唯一残ってる物理キーに関してはこのフロントのデフロスターと、はい、熱線ですね、はい、であとは、オーディオの、はいはい、操作がちょっと残ってるのと、あとここ、はい、グローブックスはボタンなんですね、はい、ボタンですね、はい、なるほど、これはちょっと意外だった。これね、ここでいいと思うんだけどね、デザイン性的にってことなんですかね。どうなんでしょうね、なぜそこにっていう。そしてこの中は、はい、一応ブックが入るようになってるんですか。まあ、でもそこにちょっとねありますけど、はい、少しスペースがあって、はい、ETC が、はいはい、こんな感じについてると、あ、エアコンの風入れるやつもあるんですね、はい、ありますね、もうついております、はい、そしてセンターのコンソール、シフトは定番の感じですけど、はい、一応レーザー巻きで割と質感はいいです、はい、そしてここカーボンなんですね。カーボン調なの、カーボンなのかな、カーボンじゃないですか、カーボン、ね、はい、でこれドアとかにもこのカーボンに、はい、なってますけど、ドリンクホルダーが2つと言っていいのか、はい、2個半と言っていいのか、はいはい、これがあとここですね。なるほど、アームレストの中も開いて、ここまで行けば2つになりますし、あ、なるほど、はいはい、で皆さん結構こう隠れてて分かんないですけどディスク入れがありますね。なるほど、こんな感じでついてる、はい、でここも割と深くて、はい、USB 側に系統ついております、はい、そしてこの前も少し、はいはい、小物入れになってると、はいはい、すごくなんかあのしっかりしてますね作りがね、はい、はい、すごくなんかよくできてる感じがします、はい、ただちゃんと今回全部正直に言ってますよ、はい、あの質感がすごく高いかっていうと、ちょっとなんか国産車とか、うん、あとなんていうんですか、電気自動車的なやっぱり雰囲気を感じます、はいはい、まあ、コストかけないところは本当にコストかけない、うんうん、だからこういうセンターとかも分かります、この中身がない感じはやっぱりちょっと感じます、うんうん、でもこれもねちゃんとレーザーになってるし、はい、でダッシュボードはこのステッチが入ってて、はい、ちょっとこうおしゃれな感じですけど、はい、めちゃめちゃ上質かっていうと、うん、まあ、すごくよくできてるっていう感じです、うん、はい、でヘッドアップディスプレイはついてないんですか。これないですね。あ、ついてないんですか、はい、そして今回の車はババーズ&ウィルキンスがついてるんで、はい、これオプションですね、はい、あのマクラーレンとかでもおなじみのやつですね、はい、そうですね、はいはい、こちらもついております。そしてドアも、はい、このこれカバーかっこいいですね。かっこいいですよね、はい、そして同じくマットのカーボンのパネルがついてて、
そしてレザーがこの白い部分だけですね。だこの辺の作りとかはあの同価格帯で、はい、もっとなんかこうすごくちょっと高級感のあるやつ多分あると思うんですよ、はい、だそういうところは本当に割り切ってお金かけない、はい、なんかすごくこうお金かけるところかけないところ、はい、すごくはっきりしてるなっていう、はい、ただ全体的に質感はあの全然本当にこれ取り繕ってるんじゃなくて、はい、すごくよくできてるなっていう感じがします、はい、そして上に行くとピラーは通常のファブリックですね、はい、で天井も黒いファブリック、そしてバイザーもファブリックじゃないですか、はい、どうですかバイザーフェチ。いやいいです。いいですか、はい、ビニールバイザー反対派なんだ、はいはい、私。そしてこの最近多い枠のないタイプのバックミラーと、はい、であと今回の車はドライブレコーダーが、はいはい、ついてますね、はい、そしてサンルーフがオプションですよね、パッケージオプションです、はい、これが、はい、サンルーフでかいです。ガラスルーフっていうのかな。あ、開きはしないんですね、はい、あ開くか、いきます、でかっ、開きます。あ、開くのも開くんですね。開きます。え、めっちゃでかくないですか。でかいです。開放感が半端ないです。ここまでですね、はい、こんな感じで。え、これいいっすね。いいと思いますよ、はい、シェードも電動だし、はい、こんな感じのルーフになってて、あと足元としては、一応このペダルカバーが R ラインの、はいはい、これちょっとでもあのフットレストにも僕欲しかったなと思っちゃいました、うん、今回注文が多いなって言われちゃうんですよ。そうね、うん、そこはね、はいはい、こんな感じの。でペダルレイアウトはもうごくごく自然、はい、自然ですか、はい、これでもしかも、うん、あの今回この中がどうなってますこうなってますって説明してるじゃないですか、うんうん、あのこれちゃんと勉強してるかしてないかって全然違うですね。あの意図はちゃんと分かって、そうなんです、見れるか見れないかってことですよね、はい、はい、今までの僕だったらこれでおしまいだったんですよ、うんうん、今回ちゃんと勉強してきました、はいはい、プラスアルファの土が、はい、このペダルも、はい、あの事故の時に奥まで行くようになってるらしいですよ。わかります？ペダルが、はい、はいはい、要はブレーキ踏んでぶつかっちゃうじゃないですか、はい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 、前潰れるじゃないですか、はいはい、ペダルこっち来るじゃないですか、はい、足にダメージ来るじゃないですか、はい、なんで事故の衝撃があったらそこのペダルの、あの付け根のとこがさらにグッと奥に行くようになってて、はい、ペダルがこっちに来ないようになってるんですよ。すごくないですか。ボルボだけだけかどうかは分からない。すごいです。この車に関してはついてるんですよ。ついてます、はい、でしかもシートも、はい、いや上質っすねとか、はいはい、パンチングですねとか言ってたんですけど、はいはい、これもなんか衝撃吸収、はいはい、のシートになってるらしいんですよ、はいはい、要は後ろから突っ込まれた時に、はい、ガッてこう背中に荷重がかかるわけじゃないですか、はい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 、その時にちゃんとこれが倒れるようになってるらしいです。だからあのよく見るこう衝突のあれを見ればよくわかるやつでしょ。そうで、はい、で僕あの実は何年か前にレカロの講習に行かせていただいたんですよ、うんうんうん、でそのここの剛性ってめちゃくちゃ重要で、はい、背もたれのね、そうです、はい、硬すぎると、はい、要は後ろから衝突された時に、はい、荷重が全部こう体にかかっちゃう、はいはいはい、かといってここの剛性が足りないと、はい、あのフルリクライニングしちゃうんですよ。あ、はいはいはい、で某メーカーのシート、うん、社外のシートなんですけど、うんうん、レカロじゃないやつは、うん、ここの剛性が足りなくて、うん、同じ速度で衝突されても、うん、レカロだと45度ぐらいしか倒れないんですけど、うんうん、フルリクライニングしちゃうんですよ。あ、もうこんななっちゃう感じだね。そうっす。だレカロもすごくそう安全性とか、うん、その体 の, その骨盤がどうとかすごく考えて作られてるんですよ、うん、でボルボに関してはその安全性に関する考え方とそのアプローチの仕方がすごくて、うん、ちゃんとここホームページも出てるんですよちゃんと、はいはいね、安全性のページがあるんですよ。だってボルボボルボね、はい、やっぱさっきのね最初の話にも戻るけどね、はい、そこがブレないってことね。そうなんですよ、はい、普通なんか安全性とか便利装備とかって、はいはい、ちょっとちっちゃくこう何ですか、はいはい、あ、まあ、申し訳なくね、そう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 、はいはい、興味のある方見ていただければ一応出てきますよって感じじゃないですか、はいはい、違うんですよボルボ、はい、下の方行くと、うん、もうまんまそれだけを全部こう語ってる、はい、語ってる、はい、真面目ですね。らしいです。真面目です。ちょっとその辺に関しては試乗の時にもっと熱く語りたいと思いますので、はいはい、こんな感じのナイスになっています、はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろも良くないですか。さっき下見で見たんですけど。いいです。はい、すごいいいですね。なんかフロントと変わらないもちろん質感で、はい、で居住性も結構、そうですね、私一応170-168です。身長全然ですね、すごいゆったりしてます。スライドもするんですよね。スライド
シートのスライド。あ、シートのスライドします。はい。まあこれは3列目の乗り込みだったりとかってのあるんですか、うん。一番後ろ前下げたらかなり、ちょっとあの大きさで比較すると S クラスみたいな感覚ありますね。うんうんうん、まあ、車格的にも大きいですけど ね、そんな中でも割と、でも普通の GLE とかと比べたらちょっとこっちの方が広い気がしますよ。あのシートが薄くないですか。うん、すごい感覚で、はい、サンルーフもあるし窓も広いし、シェードもついてるんですか。うん、シェードもついてます。手動ですけど、はい、で一応今回4ゾーンの、そしてリアのエアコンはこのタッチなんですね。はい、タッチですね。はい、これ子供が勝手にいじらないようにですかね、うん、ロックがかけられるという。でもヒーターもね、はい、すごいすぐ暖かくなります。今さっきつけてすぐ、うん、暖かい。フロントももう暖かいです。暖かいです。さっきつけたやつが、はいはい、座面だけですね。背中はないですね、はい、ちょっと止めちゃいますね、はいはい、いい感じですね。そして小島さん、僕勉強したんですけど、はい、あの真ん中の座席が、あ、ここですね。ガッチャンコ、これあったかいかな。ポコって上がるんですね。はい、なんでか知らなかったんですよ。あ、そうなの。はい、うん、これ要はジュニアシート的な扱いなんですよ。そうそうそうです。扱いですよ。これあるメーカーってないですよね。そうですね、ないと思います。だからちゃんと家族が乗ることをなんかすごく想定して、うん、想定してますね、はい、いやこれはね、ちょっと特にレザーシートだとジュニアシート乗っけるのちょっと抵抗ある方もいらっしゃるじゃないですか、うん、壊しました。喋ってもらっていいですか。、はい、大丈夫ですか、ね、で特にレザーシートだとジュニアシートとかチャイルドシート乗せるの抵抗ある方いらっしゃるじゃないですか、うん、これね、傷ついたりへこんじゃったりするからね、はいはい、これそのまま使えるじゃないですか。しかもそれが真ん中の席だけそうなってるのって、うん、もう思いっきり考えられてますよね。そうですね、はい、要は両サイドに大人が乗って、はい、真ん中に子供が乗るっていう、はいはい、うん、それとも助手席運転席大人乗って後ろ ね、お子さん乗るっていうのはね、はい、で当然アイスフィックスなんかもついてますから、はい、専用のものであれば、うん、チャイルドシートなんかもガチャッと使える。でもね、こういうところを見るとね、すごいなって思いますよね。やっぱよく考えてるなって、はい、世界一安全なファミリーカーですから、はいはいはい、こんな感じのリアシートになっております。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンルームめっちゃシンプルですね。そうですね、はい、なんか最近あのパンパンのやつばっかり見てきたんで、はいはい、なんかもう拍子抜けしちゃうぐらいちょっとね、あの寂しいというか味気ないというか感じしますけど、うん、でもしっかりしてますよね、本当に。で一応エンジンの方が2リッター直4ディーゼルターボ、はい、であのガソリンの選択肢もありますし、はい、まあ、現行ラインナップだとハイブリッドの選択もあって、はい、あの僕ホームエアトゥンで乗せていただいたやつはガソリンのハイブリッドだった、うん、はい、なんでちょっとその辺の違いを見てみたいのと、うん、あとはディーゼルとやっぱりこの大きい車、うん、重たい車の相性ってすごくいいじゃないですか、はい、いいですね、はい、で馬力の方が235馬力トルク480ニュートンってことなんで、はい、まあ、トルクかなりあって、うん、まあ、下から使えるんで、うん、まあ、この2トン以上のこの車でも、うん、まあ、全然あの物足りない感じなく、うん、割と軽快に走るとかっていうレビューが多かったんで、はいはい、そこはちょっとねこれから市場 で、はい、乗っていただいて、またこれハイブリッドになっちゃうと車のキャラクターまるで違うじゃないですか、はいはいはい、だその辺かなり今回そうどこをチョイスするかっていうのはやっぱり、ね、本当にできれば乗っていただいた方が一番いいですね、はい、このサイズ感は、はい、うん、そして組み合わせる、オートマの方が一応8速オートマということ で、はい、であと燃費なんかもかなり考えられてメーカーの公表値ですけど 13.6 キロぐらい、はい、まあ、時速値もっと多分少なくなるんでしょうけど、はい、まあ、この車体にしては公表値でも、いやでもね、結構ねお客様乗ってる方の話聞くと、はい、そんなにブレてないんですよ。ああ、なるほど、はいはい、非常に燃費いいっていう話聞きますね、はい、まあ、公表値もかなりとって、はい、まあ、差があるにしても結構燃費いいですよ、はい、こんな感じのエンジンルームになっております、はい、毎回
最近おなじみになってますけど、はい、出発前に僕のさっき説明し忘れも含め、はい、ちょっといいですか、もうちょっとだけ、はいはい、でまず最初に触れたそのジーリーホールディングス、はい、これ何ぞやと、はいはい、これが中国の自動車メーカーなんですよ、はい、え、中国産かなの、はい、中国のメーカーなのって結構多分思う人、はい、未だに一定数いらっしゃると思うんですよ、はい、ただこれすごいのがジーリーホールディングスってダイムラーとかロータスの筆頭株主なんですよ、はいはい、でもいろんな考え方ありますけど、うん、だからもうベンツとか、はい、ロータスですらもういろいろその資本が、はい、中国のものが入ってると、はい、だからもうなんかいいものに対してすごく今、はい、じゃんじゃんお金を使って、うん、もうどんどん新しいものを作っていってるっていう、はい、そういう感じらしいです、はい、そしてあとはもう最初の安全性の部分ですけど、もうこれ有名な話ですけど、振り返ると3点式のシートベルトもボルボが一番最初に採用してるんですよね、はい、でなおかつそれ特許も取ってるらしいです、あ、特許もね、はい、ただ安全性のものに関しては、はい、これ独占されちゃいけないって言って、はい、自分で開放したらしいですよ、はい、フリーですね、はい、で今こう世界中の車に3点式のシートベルトがついてると、はい、だからその頃からもうずっと変わらないこの安全性に対する取り組み、はいはいはい、ってすごくないですか、はい、で本当にこれ家族が乗るのにすごくいいなと、はい、そしてあとはもう一つ安全性の部分でいくと一瞬ですけどこれレースに出てたんですよボルボって、うん、は1980年代とか90年代前半とか、はい、でその頃にフライングブリック、はい、要は、まあ、そのシルエットから空飛ぶレンガとか走るレンガとかそれ、はい、そこから来たってことねらしいです、はいはい、っていうのもやりつつ、はい、安全性への取り組みがすごくて、うん、ユーロ NCAP あとは NHTSA 要はアメリカとかヨーロッパ の安全をそのテストする協会のテスト、はい、ほぼ満点です、はい、ほぼ満点ですよ、はい、でなおかつ自社でエルクテストって言って北欧だからなんかヘラジカが出るんですよね、はい、で日本でいうとこのヘラ、はい、じゃあシカって言ったら、はい、奈良のはい、同じのサイズかわいいのね、はい、北欧のヘラジカって、はい、まあ、大げさな言い方するとキリンみたいのが出てるんですよね、はいはいはい、衝突すると大事故になっちゃうんですよね、はいはいはい、でそのエルクテストって言ってその一定速度出して急ハンドルを2回切るテストがあるんですよね、はい、僕も好きでそれ見るんですけど、はい、それもやってるらしいです、はい、だ結構一時某メーカーのコンパクトがひっくり返っちゃったとか、はい、某メーカーの SUV がスピンしたとかっつって騒いでましたけど、はい、その辺なんかもしっかり、はい、すごく真面目に車作ってる、はい、でちなみになんですけど、2018年までにイギリスなんですけど、はい、5万台ボルボ売ってるんですけど、はい、死亡事故ゼロらしいです。おお、すごくないですか。すごいですね、はい、今はわからないですわからない、はい、日本に関してもわからないです、はいはい、まあでもそれぐらいすごいということでね。そうです、はいはい、参りましょう、はい、大丈夫ですか。このくらい毎回長くなってる気がするんですか。いや、いいんじゃないの、楽しみにしてる。これなんかコーナーで名前つけたらツッチーの試乗前の語るコーナー。いやいや、本当は外装紹介とかでそれをぶち込めればいいんですけど、はい、いやいや僕の記憶力だと、いやいやいや、それができないんですね、はい、全然全然。ハンドルめっちゃ軽いんですけど。軽いですか。あれ、これ大宮店乗せてもらった時これ前期だったの。確か前期のハイブリッドだった気がします。後期になるとまたちょっと変わってるな。ハンドルめっちゃ軽いっすね、うん、マイナーチェンジになってから大きくは変わってないんですけど、安全装備がもう全部、ね、よくバージョンアップしてよくなってますからね。すごいんですよね、はい、もうとにかく自動ブレーキももうフルでついてるし、はい、そのぶつかりそうになっただけじゃなくて、はい、対向車が来た時とか右折の時とかの、うん、その制御なんかも全部入ってる、はい、でなおかつ突っ込まれそうになった時、はい、お釜掘られそうになった時も、うん、制御入るんですよね。そう、入るですね。ハザードがついたりとか、うんうん、はい、すごくないですか。すごいですよ。だから右折ね、こう右折ラインの時に前が突っ込んできた時にもね、そうですよね、回避したりしますし、でレーンキープもついてて、はい、でなおかつそのブラインドで反応してる時ってハンドル戻されるんですよ、はい、でも、ね、さっきの安全性の話でいくと、はい、まあ僕もかれこれ何年前かね、20何年前 BM のディーラーにいた時に、はい、研修に行くと安全性で勝てないのはボルボなんですよ。でボルボの悪、まあ、言葉悪いですけど、はい、悪いところを押して込まれるわけですね。あ、猫猫猫にゃんこが、はい、さすがににゃんこには反応しなかったそうね、はい、あ、そうなんですか、うん、それぐらいそのまあね、その時の時代のディーラーってやっぱりその他社をやっぱり他社より
BM がいいっていう教えのセールストークがやっぱ多かったんで、うんうん、なるほど。でもね、やっぱりそういうデータとか見てもね、ボルボがやっぱりちょっと頭1個までいかないですけど、やっぱちょっと抜けてましたね、うん、なんかもう他社とこう安全性に関するその、なんていうんですかね、比重の置き方が全然違うなっていう、うんうん、そうね、まず安全っていうところ、はい、メルセデスとかもすごく考えてますけど、はいはい、でどうでもいいけど、さっき室内で設定したシートヒーターとステアリングヒーターがめちゃ熱いっす効きはいいですね、効き抜群です、効き抜群です、ね、はい、で車の純粋なレビューに戻ると、はい、あのステアリングは軽すぎて、はい、あの僕的にはもうちょっともう回しごたえというか、これはドライビングモードとかやったら変わるのかな、高性能ダイナミックにちょっとしてみましょう、はい、今現状コンフォートで今ここ走ってきましたけど、うん、ステアリングはちょっとあの回す手応えがなさすぎて、うん、ちょっとあの走る楽しさもそうだし、うん、ちょっと不安になっちゃいました僕、はい、他のねベンツとかと比べたら BM とかでもやっぱり回す動作感覚を伝える方だもんね、うん、どちらかと言ったら、ね、特に僕家の車があの BM でめっちゃハンドル重いんで、うん、はい、だって街乗りだったら別に軽くてもいいんですけど、うん、高速で多少重くなってもらわないと、うん、どうしてもフラフラするじゃないですか、うん、あ、でもダイナミックにすると、うん、もう極端に重くなります、ステアリングステアリングダイナミックでいいかもしれないですね、うん、あ、そうですね、このぐらいだったらすごく乗りやすい、いい乗りやすいですか、コンフォートちょっと軽すぎる気がします、うん、そして喋りながらここまで来ましたけど、うん、あの2リッターと思えない、はい、すごい出足軽いっす、うん、はい、車軽く感じます、はい、エンジンのディーゼルの感じはどうですか、結構します、ディーゼルサウンドもするし、うんうん、はい、踏んでった時のディーゼルサウンドもするし、うん、あの振動もある程度ステアリングに不快なほどじゃないですけど、うん、伝わってきます、他のメーカーよりちょっとディーゼルサウンド大きいかなっていう気がしますね、うん、でも全然違和感ないですよね、嫌な感じしないですね、嫌な感じじゃないです、トルクあるんですよしかも、うん、で車すごくしっかりします、うん、ブレーキもそうですね、めちゃくちゃ効くかっていうと、うん、まあそんなに、うん、そんなにというかまあ普通、うん、ただあの唐突な効きじゃないんで、うん、はい、使いやすいです、そしてちょっと少しだけダッシュしていいですか、はい、ああもう全然想定内の加速ですけど、うん、あの全然街乗りだって十分です、はい、家族が乗るっていう前提で考えたらもうそうですね、素晴らしい感じですか、ね、僕はあの、うん、多少その車の運転する楽しさとかなんかちょっと演出も、うん、あの求めたいので、うん、僕がこれ買うかって言ったら、うん、もう一台欲しいです、うん、走るのが楽しい車、はい、ただうちのかみさんがこれ乗るって言ったら、うん、それにしてくださいって言います、はい、だって家族が安全に移動できて、はい、快適ってすごくないですか、快適すごいね、うん、そこに特化してるって、はい、え、いいなボルボ、だからちょっとうちの従業員でも、うん、あのかみさんがボルボ乗ってますっていう、あ、いるの、そうです、あ、うん、はい、あとはその、まあ、自分でも乗ってますっていうのが、うん、あのスタッフがいるのが分かります、うんうん、はい、これいいですよ、うん、嫌味がないね、全然ね、ナイスナイスナイス、さっきも言いましたけど、はい、国産車乗るんだったらこっちかな、あ、GLE と比べてどうですか、僕自分で買うんだったら GLE 買います、あ、自分が乗るなら、はいはいはい、でもさっきも言った通り、カミさんが乗るって言うんだったら、うん、こっちにするかもしれないです、うん、だってフルでついてますよ、だってあのもちろんその安全性と便利なところってすごくこう近いところがあって、うん、カメラなんかも、はい、もうフルフルでついてるし、パークアシストもついてて、自動駐車ね、はい、であとうちの神さんよくあるのが、あのバックで出てって車が来てた、うん、はい、ヘッドレストを倒す、どこが倒れるんでしょう、後ろですよね、
あ、ごめん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 なさいごめんなさいごめんなさい。いや、完全にでも予想できました僕は。ごめんなさい。完全にドリフになっちゃったよ。そして自動駐車も、うん、で ACC もついてて、助手席シートの調整、はい、こうほらすごいいっぱいついてますよ、ね、だからすっごくよくできてますよね、うん、本当に思います。でもはい、でもちょもしかしたらこれ、まあ、語弊があるかもしれないですけど、はい、なんて言ったらいいかな、僕の知り合いの、まあ、先輩の方がいらっしゃるんですけど、はい、やっぱり普通のディーラーに勤めてて、はい、で今ボルボのディーラーに勤めてる方がいらっしゃるんですけど、はい、普通のディーラーとかベンツのディーラーに行ったのかな、はい、お客さんの層も全く違うみたいですね。ああ、うん、なるほど。やっぱりその極端に言ったら僕たちサンルーフつけたがるじゃないですか、はい、つけたがらない人もいるぐらいな感じで、へえ、うん、あんま選ばないんだよねなんていう感じもあったりとか。あ、そうなんですね、うん、全然やっぱり違うんだよね、求めてるところがみたいな。なるほど。いや、これでもめちゃくちゃ売れてるのは分かります、世界中で特に、うん、でもいいっすよ、トルクあるし乗りやすいしね、うんうん、ピーシー。ただあとこの音だったりだとか、ね、あのトルクの特性なんかはやっぱりちょっと好きな人嫌いな人分かれると思うんですけど、うんうん、いや、いい車だったっす、はいはい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。あ、自動駐車、うん、自動駐車、はい、参ります。自動駐車ポチッ、はい、左検索中、スペース側の距離を小さく前進走行しながら指示に従ってください。かしこまりました。あれ消えちゃった。あ、大丈夫だ、まだやってます。あ、見つかりました。停止してください。バックします。手を、はい、ブレーキに添えて、はい、ちょちょちょ、早い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 、ラウンド2行きましょう、うん、はい、自動駐車ポチッ、参ります。スペース側の距離を小さく、もっと寄らないと、出ないですね。あ、見つかりました。前進走行しながら指示に従ってください。定検索中、あれ取りすぎちゃいました。はい、バックにします。いますよ、はい、はい、ブレーキに備えてくださいって言うんですけど、早めにこれブレーキ踏んでないとすげえ速いですよ。このだってこの勢いでバックするんですよ、危なくないですか、うん、触っちゃうんです。あ、でもこれバーで見てれば、うん、あ、これバーはめっちゃ使いやすいですね。これこのバーは何、スピード違います、あと次の指示が来るまでの距離です。距離っていうかその移動、うん、今ブレーキ踏んでるんですか。ちょっと軽く踏んでます。だってブレーキ踏まないとクリープなのか加速してるのかわからないですけど、めっちゃ速いですよ。だって離したらこれですよ。だって速くないですか。うん、あれ、これはまさか小島さん終了、これはまさか、まさか、え、だいぶ良くないですかこれ。90点と言って差し支えないんじゃないでしょうか。うん、いいね。もちろん僕らあの車止め、輪止めまで期待してましたけど、うん、はい、だって前のこの白線の距離感から言ったら完璧じゃないですか。そうですね、はい、見てください、しかもこれもう90点ちょっと言い過ぎですね、80点ですね、うん、だって白線ほぼ平行っすよ車。そしてこの距離感ちゃんといいね、はい、もうちょっと狭いとこ行きたいね、ここまで上手だったらね。ラウンド2だったんでちょっとたまたまの可能性も否めないですけど、でもまあいいですね。そうですね、はい、で使い勝手もあのバーが出てくるんで、はい、かなり使いやすい感じでした。やっぱりまあ完璧とは言えないですけど、うん、だいぶいいと思います。いい感じですか、はい、で今まで体感した中ではちょっと優秀かな。いやいや、結構優秀な方だと思いますよ。優秀な感じですかね。
あのまずその平行になってるっていうのはすごくいいと思う、うん、メーカーによってすげえ斜めになってもなんか終了ですみたいな、どこに目つけてんだよっていうのはあるんですけど、うん、そんな中でも車は割と平行には止めてくれるんで、うん、あと無駄な切り返しがない、うん、はあ、必ず1回2回ぐらいで行ってくれるっすね。じゃあトータルで行くと70点、はあ、80点。そうですね、ちょっと他のいろんなシーンで試してコツをつかめば、うん、もっと高得点が出せそうな気がします、うん、まだ車と意思の疎通が剥がれてない気がします、うん、はあ、ちょっとポテンシャルを感じます。ポテンシャルをね、さすがボルボ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、あの買い取りの旅がかなりご好評で、はい、ご好評ですか。ただあの、はい、買い取りの旅じゃなくてあのグルメの旅だと、はいはい、見てる方と小島さんは認識して、いや、はい、まあね、あれも一つのね、はい、あのまあ、たまにそうですね、はい、やっていただける。今回はこちらも買い取りさせていただいたお車なんで、はい、なるほど、まあ、こちらは近くの方なんですけどね、遠方じゃないんですけ ど、はい、でもちろんその遠く、もう前回みたいに北海道だったりとか、はい、沖縄だったりとか、はい、もう全国ですよね、はい、全都道府県お伺いしますので、はい、ぜひご連絡ください、はい、というわけで今回はボルボ XC90D5R デザインをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。